エクソジジのコメント返し、今日のコメントはですね、セーフティーラブのチョッパーですが、弦が切れるかくらいのアタックですと。はい、チョッパーね。はい、チョッパーって言ってましたね。最近はスラップっていうらしいですよ。チョッパーってのはなんかね、和製日本語で野球のナイトゲームのことをナイターって言ったりとかね、なんか結構いくつかあったりするんですけどね。まあ、なんでもいいんですけども、アメリカとね、イギリスの英語でも言い方違ったりしますからね、別に日本ももう別の言い方しても全然いいと思うんですけどね。で、弦が切れるかくらいのアタックですと。それはだからこうサミングのこの弦が切れるみたいな動きですよね。実際まあスラップで弦切ったことはないですけども、弦を切った時期は結構半年ぐらいかな、なんかすごいありました。それはもうなんかいい音とか、なんかいい音を出すにはみたいな、そんな動画とかもあったかもしれないんですけども、もう膨大な動画の中に埋もれてると思います。どうやって整理しましょうかね。なんかいい方法ないですか。まあ指弾きをして、まあ基本指弾きしてたんですよね。でその時に他の動画とあの話が重複しますけども、だるま食堂というバンドがもう高校生の頃からすごい好きで、でそこにまあ菅沼浩三がいたりしたわけなんですけども、まあ高校の頃とかはまあそれ見に行ったぐらいだったんですけども、大学に入ってその当時のなんか高校の1年下の秋田英二郎っていうなんかビジュアル系の走りのバンドの、なんだっけな、なんか名前忘れちゃった、それのドラムをやってて、そこでそのだるま食堂と知り合いになったと。ライブハウスかなんかだと思うんですけどね。それでだるま食堂好きなんで、それで紹介してもらったんですよね。おそらくだからギターの倉田さんとかを紹介してもらったりとかして、ごめんね、すごい昔話、しかもマニアック誰も知らねえみたいな感じで。まあでもあの菅沼浩三がその時のドラムで、でその時に、でそのバンドで、まあ大学生だから暇なんでっていうので、なんかね勝手にローディーやってたんですよ。もう車もあったしっていうので、車ってのは実家の車なんでね、あの自分の車じゃないんですけども、でそれでなんか機材運んだりとかなんかいろいろやって、それでなんかこうすごくあわよくばベーシストの方が辞めたら俺が後釜に入ろうとしてずっと付きまとってたわけなんですよ。今でもそうですけど、そういうなんかこう無償でやりたい好きなものを手伝うっていうのは本当にもうものすごく一番パワーあって、やっぱ無償ってすごいパワーあるんで、まあクラウドファンディングとかも全部そうなんですけどね。いつもだからなんでこれ3月から3月にだいたいこの動画っていうのをものすごくいっぱいあげるんですけども、なんでかというとですね、その誕生日に向けてクラウドファンディングをするのに対して、キングコングの西野さんが言ってたんですけども、言われてたんですけども、結局クラウドファンディングってのはまずギブして、もうありえないぐらいすごいギブをして、でそこでオンを振って、で何かクラウドファンディング始めたら、あ、いつもこんなことをやってくれてるから、じゃあちょっとやってみようかなみたいな気持ちにさせるみたいな、それがまあクラウドファンディングの、まあ、基本だぞみたいな感じで書いてあったんで、いつもだからその3月25日に向けてのそのクラウドファンディングっていうのを考えた時に、それの支援の方の人数と金額を増やすために、まずはギブをするのは何をすればいいかというと、まあ僕の場合はこんなねクソみたいな動画をするしかないんで、いろいろまあやるわけですよ。なんかね半月前ぐらいからなんかダーってやっていくわけですね。でそれまあそれでまあそこそこ支援いただけてたりとかまあするんですけども、何の話してるんですかね。はい、弦が切れるかくらいのアタック、そうそう、だからそのだるま食堂っていうののベースの方がね、あの辞めたんですよ。ラッキーなことに。で僕入ったんですよね。なんだけどなんかね弾いてもね音聞こえないんですよ。そう、周りの人がすごすぎて全然音聞こえないの。割とだから元のベースの人、あの井上守さんって方なんですけども、その人がちょっとテクニックがどうとかそういう風な パターンじゃなくて、まあ俗に言うまあグルーブ系&人柄系みたいな感じ、そういう感じなんですよね。とりあえずだからそのグルーブっていうかね、まあだからグルーブとかもだからまずは音色っていうのがあって、でそういう風な部分っていうのとかは全然だからなんか音色に関してはねすごいクソで、まあ全部クソなんですけど僕の場合は。音の並びを取るとかコードを聞き取るとかなんかそういう風なところってのがなんか妙になんか分かったりとかして、どんな曲でも、まあ、5分から30分ぐらい、オーケストラでも、譜面にかけと言えば、あの、全然かけちゃうんですよね。その生まれつきなんで、別にどうやっていいかってのがわかるんですよね。全然そんなこといっぱいやってるってだけな話なんで、ね、偉くもなんともないんですけども、全部こう完璧に耳コピーできてしまう。まあ、今聞くと全然完璧じゃないんですけども、まあ、そこそこ耳コピーできてしまうっていう状態になると、それで音楽が分かった気になっちゃうんですよね。で、そうするとなんかこう、グルーブだったりとか、タイミングだったりとか、音色だったりとか、そういうふうなことっていうのは、なんかもう全然気がつかないで、ただこう音の並びがちゃんと音程がちゃんとできてたら、それでもうこれは音楽はできちゃったって思ってたんですよね、僕の場合は当時。なんだけどもそこでなんかそういうやっぱりレベルの高い人たちの間に入ると音が聞こえないということで、とりあえずその守さんのやっ
ってることを全部その通り真似したんですよね。たまたま同じベースアンプ3のコンサートベースっていうのを持ってて、でその人がですね、トーンコントロールがですね、ベースが10、トレブルとミッドはまあ普通に5ぐらいなのかな、なんかとりあえずベースが10なんですよね。でそうするとベース10にすると、その当時ってね、あのゲインとマスターボリュームなんてね、そんなものはなくてボリュームしかなかったんですよ。でそのボリュームっていうのがだから大きくできないんですよね。なんだけども、そのボリュームをだからもう2とか3ぐらいにしといて、もうそれでもうライブハウス響き渡るぐらいの生音でみたいな音になるんですけども、でベースを10にして、でそこでめちゃくちゃ強いタッチで弾くんですよね。でたまに弦切るんですよ。でそれも全部真似してやってたんですよね。だから一時よくすごい切ってました。で今気がついて、最近気がついたことなんですけども、結局は、ね、指弾きの場合はこの スピードなんですよね。ここにあるでしょ、これが、ここでこう弦のここにあって、こう弾くわけなんですよね。このガーンってこう弾くんですけども、ガーンってガーンって、これね、こっからここの間のガーンっての、これ間見えないでしょ。これ動画のせいじゃないんですよ。これあの対面で見ても見えないんですよこれ。で例えばこうピッキングとかでも、こうこっからこっちにこうガーンって入ってガーンってやるじゃないですか。これ間見えないでしょ。むちゃくちゃ早いんですよこれ。だからあの音が出るんですよね。だからスラップもそうなんですけどね、このピッキングの動きとこのスラップの動きっていうのは、ここの人差し指、それね、これマムロさんから教わったことなんですけども人差し指からこの腕のこのなんかこうね、まあ筆、これのこれを軸にして、これのこの回転を利用するというんですよね。なんかまあその頃はだからこのスラップっていうのがすごい流行り始めの頃とかで、タリー・グラムだったりとかルイス・ジョンソンとかそういうような人たち、まあしかいなかったんですけどもね。だから基本的にはだからこのスラップのサミングっていうのと、まあプルはね、こっち側のスラップのプルはちょっと違うんだけどね。なんかまあでもこの手首の回転、基本的にはだからスピードっていうのはこの手首のこっち側の回転とこっち側の回転、これがおそらく人間のいろんなこう筋肉の動作の中で一番スピードが速いっぽくて、だから野球のピッチャーはスナップが大事だってなるじゃないですか。あれとかもだから野球全然できないですよ、アスペルガーなんで球技全然ダメですから。なんだけども理屈としてこう160キロの球を投げるときに、こう腕を160キロで振ったらなんかこの辺ちぎれちゃうじゃないですか、この辺の関節で。なんだけども最終的にきっとなんか60キロぐらいでこう腕を振って最後の100キロここでポッて出すっていうだろうなーと思って、例えばドラムとかもだからこう叩くんじゃなくてこう叩くんですよね。このこう叩いたりとかこう叩いたりとか、この手首の回転だったりとか、この手首のスナップだったりとか、これを使う。もう学校の同僚というか、同じ学校の先生のチェリーさん、いつもね、ジュディマリとリンドバーグとは違うんだけども、ジュディマリのコータさんもいるから、ぐっちゃになってね、この間、なんかね、前の動画で間違えたんだけども、ごめんなさい。リンドバーグだよね、チェリーさんはね。の人が、ね、なんか、キックの音がね、生音でね、アタックが やばいのよ、すごくて。まあだからすごいベース弾きやすいんだけども。で、その時になんでって聞いたんだけど、わかんないって、大体みんなそうなんだよね。なんかわかんないんだよね。チェリーさんにドラムの授業をやってもらったっていう、そういう機会があって、ドラムのなんかいろいろ楽器に関する授業。で、その時に、キックを踏む時に、なんか足首で踏む練習をして、で、その足首でできるようになるのに3年かかったっていう話を聞いて、それで、あ、それだって勝手に言ってて、結局そのチェリーさんのアタック生音のキックがやばいぐらい分かりやすいっていうの、それは結局その足首、要はだから僕は手首だけだと思ったんだけど、どうも足首も頑張ればダーンってこうものすごいスピードで、まあそういえば菅沼構造とかもこうドドってこう、ね、ね、二つ踏むときとかって、こう、こことここと、二箇所でこう、ドドって踏むんですよね。これとかもだから、足でこう、ゴンってやらないといけないし。まあそういう、要はだからビータのスピード。結局はだからその発音帯に触れてる時間が短いっていう感じ。まあだからバネはある程度強くないとうまく戻ってくれないっていうのがあるんだけども。要はだからそのスピードが必要だっていう話なんですけども。で、そのスピードを身につけるためには、まずは力を入れないとスピードって出せないんですよね。最終的には力を抜いた方がスピードって出るんですよね。まあだからそれはそのスピリチュアルななんか悟りの修行とか、そういうのもだから修行してもしなくても、瞑想だけしても修行してもどっちでもいいというので、修行しなくても悟れるっていう、そういうふうなのとまあ本当に同じなんですけども、割と入りやすいのは、だから修行とかもね、だから修行が入りやすいかどうかわかんないんですけども、うん、だからただ瞑想だけして悟る
っていうよりはまだなんかこうものすごく大変な100回立ったり座ったり300回かな立ったり座ったりこうお経を唱えながら立ったり座ったりするとかね、なんか滝に打たれたりとかね、なんか100日間寝ないとかね、真言宗の修行とか性格かどうかわかんないですよ話はね。なんだけどもなんかそういうのがなんかあるらしいんですよね、そういうすごいいろんな修行が。まあだからそれをやったらそれはそれでそういうなんか悟れるっていう部分とかもあるから、だからうん、そういうふうなことを、まあ、やりたければってことはないね。そういう方を選ぶんであれば、そうすればいいし、僕とかはもうそういうの嫌だから、っていうので、なんか、ただなんか、いろいろ瞑想だったりとか、なんかいろいろ考えたりとか、なんかそういうふうなことで、なんかいろいろこう成長できればいいかなとかと思ってるんですけども、まあ、それと同じで、このスピードを身につけるためには、それもだからその、一生懸命、スピードを身につけようと思ってやってるわけじゃなくて、ただ音が聞こえるようになると、なろうと思ってるわけですよね。で、ただ真似してるわけなんですよ。たまに弦切るぐらいタッチが強いと、だからタッチ強いの練習してみようと。まあ、だ当時はだから皆さんっていうかな、まあ、普通の方々と同じような感じで、まあ、普通にそれなりに弾いてたの。それもアホみたいに強く弾いて、カッ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 って、ものすごい強く弾いて、で、まあ、案の定、弦が切れたんですよね。でも弦切れたから、おお、やったーとかと思って、そしたらそのダルマ食堂のボーカルの人に元気いるやつなんかもね下手やねんぞって言われて、まあ、確かにその通りと、そこで、ね、演奏中断しちゃいますから、そこでなんかまあねそうやってね周りの人からね助けられて本当に成長させていただいてるって感じなんですけども、結局だからそこでどうだーってねなんかねこう慢心してるところでこうそれ下手やねんぞって言われてあ確かにって大事ですよね、それ言われないとわかんないですからね、なかなかね、おやっと俺も弦が切れるようになって桃野さんに近づけたぞやったーみたいな、まあでも確かになんか音聞こえるようになるんですよ、なんかちゃんと、要はだからその今考えるとアンプの原因を上げてるから、ベースっていうかトーンコントロールっていうのはパワーアンプにぶち込む前の部分のプリアンプの部分の特性とかエネルギーの状態が変わるんで、音の量が変わるんで、そうするとベースを上げると基本的には原因上げたみたいになるんで、でそこでベースを上げたことによってパワーアンプに入るところでパワーアンプで歪んで、でそのパワーアンプで歪んだことによってローが割とこう締まって倍音が出て音が抜けるようになるっていう、今考えればそういう理屈なんですけども、まあそういう風な感じで、まあよく弦は切ってました。なんで、セーフティーラブのチョッパーは弦が切れるぐらいのアタックなのは、だからそれの名残です。だからあれ力入れてないんですよ。力が入ってるみたいに見えるだけで、早いだけなんですよね。この方で同じ質問、同じ方からの質問っていうか、みたいなんですけども、前回と重複する質問で申し訳ございませんと。サンピングダブン、ダウンアップ、こう、ジュク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 ってやつですね。について赤井さんはどのようにされているかお聞かせ願えないでしょうかと。その、まもろさんがね、やってたんですよ。サミングの、アップダウン。ジュク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 っていう、なんだっけな、リングサンバっていう。ダルマ食堂のリングサンバーって曲がそのイントロなんですけども、知ってる人いますかいたら教えてください、すげえ嬉しいそれがそういうイントロなんですよ。でそれもだから僕が後釜で入ってからやんないといけないじゃないですか、それで練習したんですよね。で結局はそれはマモルさんからのヒントとしてはラリーグラハムっていう話だったんですよね。なんだけどまあ当時だからその YouTube ないですから動画ないんで、でまあラリーグラハムってグラハムセントラルステーションっていうバンドをやってて、僕がその後っていうのかな、ダルマ食堂やってた後か、特にまず賠償とかをやってて、でそこでいろんな歌手のバックの仕事をやらせていただいたとき、まあそれこそだからビッグバンドで演歌のバックやって、森進一さんとか森雅子さんとかっていうね、なんかねワンオクのご両親のバックをやってたりとか、いろんな演歌の方々とかのバックも やらせていただいたし、まあテレビ番組とかでなんかデビュー当時の渋垣隊だったりとか松田聖子さんだったりとか、そういうふうなののバックでベース弾いたりとか、そんなこともさせていただいてたんですけども、まあそういうふうな流れとかで、まあ流れかどうかわかんないけども、宮本のり子さんっていうもう日本のソウルシンガーの方、その方のバックとかもツアーをちょっとだけ回ったりとか、まあライブハウスやったりとかして、でその方がグラムセントラルステーションの正規のボーカルになってるんですよね。すごいですよね。今でもだからなんか Facebook とかで勝手に自分で見てますけども、昔なんかライブハウスとかで大阪で関西方面でツアー回ってた時にベース弾いてた証ですけどもって、メッセージしても分かってくれないかなーとかと思って分かるわけねえよなと思って全然連絡してないんですけども、私のこの動画を見てる方で宮本のり子さんとお知り合いの方があったらメッセンジャーくださいって、何でもいいですけども、この
動画のコメントでもいいですけども、幸いチャンネル登録者の方1万人いるんで、一人ぐらいいるかなと思って、まあ1万人ね全員が見てるわけないんですけども、まあそんな感じで思ったりとかしてるんで、よろしくお願いします。何の話してんだよ。サミングのダウンアップね。はい。で、それはだからラリー・グラハムなんだけど、ラリー・グラハムとかもね、YouTube ないんで、It's been waiting for so long ってやつ、グラハム・センター・ステーションっていう曲が一番最初のアルバムがあるんですけども、そのアルバムだけ買って、それでなんかいろいろやって、たんですけども、ちょこちょこちょこなんてやってるの全然なくて、一応だからなんかマモルさんに教えてもらったのかな、なんかとりあえずはだからこのベースに対してこうやってまあ要はだからこのピッキングのこのピックの代わりが親指なんだぞっていう、でまあこれずっとやってるとなんかここのとこがだんだんなんかこう豆ができて肥大するんですよね。あとだから軟骨がだんだんでかくなってくるんで変形するんで、そこでだからこう弦に引っかかりやすくなる、やればやるほどどんどん音がいい感じで出るぞっていう感じですよね。まあだからそんな感じでやってました。はい。で、今でもやれと言われればやりますけども、基本的にはだから、スラップっていうのは、普段から練習してないとダメなんで、でも普段から練習してないんで、ピッキングとかその、フィンガリングとかよりも、やってる量が少ないせいなのかもしれないんですけども、さあ、すぐにやれって言って、たらフィンガリングとピッキングはいつでもできますけども、サミングはちょっと待って練習するからみたいな感じ、なんかだんだん当たるようになるみたいな、そんな感じ。まあだからいつ言われてもできるようにいつでも練習しとくみたいな、そういう風な人生は僕は歩むのやめたというか、元からそういう風なタイプじゃなくて、そんな感じです。だからどのようにされているとか、まあそういう風にされていましたっていう感じです。はい、そんな感じでまたいつものようにわけのわかんないとこいっぱい飛びましたけども、ありがとうございました。